久保さん、久保哲郎、吉谷拓郎、牢で、朗読で稼ぐみたいなね <laughs>。牢で稼ぐにしましょうか。牢で稼ぐみたいな <laughs>。あの、何ですかね、朗読いいっすね。まあ、昔僕はアドラーの心理学みたいな本を、あの、まあ、使ってね、まあ、朗読ではないですけど、まあ、よですよね。 まあこの本で、これ、で、自分の体験も入れてて、こう喋るみたいな。で、それやってたんですけど、一回シリーズでね。で、そしたら、吉田さん、めっちゃいいっすね、みたいなあ。それだったらずっといくらでも動画撮れます、みたいな。要は今って、まあ、本のね、ようやくチャンネルとかもいっぱいあるわけですよ。まあ、映画のようやくチャンネルは結構ね、バンされてる部分あると思うんですけど、昔の本とかですね。 だ僕が好きなアバ太郎さんっていう人がいるんですよ。でこうアバ太郎さんはめちゃめちゃマニ声もいいし、結構マニアックな本を取り上げてくれるので、結構僕アバ太郎さん好きなんですよね。でしかもそのアバ太郎さんが面白いのが、今チャンネル登録30万人ぐらいいるかな。で、あのサブスクもやってるんですよ。オンラインサロンもね。で、まあ本も,そのなんか本も出したんですよ。まあチャンネル登録30万人ぐらいもいったし。 で、その、まあ、一緒に読書していきましょうみたいなそ、なんかそんなコンセプトだったかな。で、本も出してて、本もなんか出版、もう何冊か決まった、何冊か出して、2冊ぐらいかな。うん。そう、アウトプット読書術。はい。はい、本出してますね。<laughs> すごいですねこ。アバトローさん僕おすすめですね。うん。だから、なんすかね、まあ、なんでもコンテンツになるんですよ。 うん、だってその昔のね、めちゃめちゃ昔の、例えばその、プラトンとかね、ニーチェとか結構昔じゃないですか。もう生きてないですよね。うん。あとなんですかね、老子とか。なんかもう結構マニアックなんですよ。そう <laughs> 結構マニアックの。うん。そう、日本最大級の読書コミュニティ。うん。これいくらやって、いくらでやってんだだからその読書しててもビジネスになるっていうね。そう。 本と仲間と出会えるアウトプットの遊び場。これ、いくらだ、サブスク。サブスクいくらなんだ、これ。メンバー登録。あ、月額1650円、U25 プラン。メンバープラン3300円でやってますね。うん。はい。どうすか、読書会。<laughs> 一緒に読書やりましょう、みたいな。 まあ、いろいろ特典もありますけどね。だからまあ、この読書してても、読書というか、まあ、こういうのでも、まあ、ビジネスになるよねっていう、いろんなビジネスモデルがあるよねって話ですね。だから、読書してても稼げる。朗読してても、まあ、稼ごうと思えば稼げるってことですね。やりようによっちゃね。うん。いってらっしゃい。